日は豚肉を使ったお料理を作ろうと思います。今日のお料理は材料も少なくて簡単なの。本日使うお肉はこちらです。なんと 100g あたり98円で買えちゃいました。お安く買えたお肉ですが、先日から散財したことやお正月に強盗にあったこともあり、お肉は 100g だけそっと取り出しました。片栗粉をパラパラして全体にまぶしておきます。お肉が柔らかくなり、調味料も絡みやすくなるみたいです。続いてタレの準備をします。お酒大さじ 0.5、 みりん大さじ1、醤油大さじ 0.5、 そして万能調味料のマヨネーズ大さじ1。これでご飯が止まらなくなるてりまよだれの完成です。フライパンにごま油をひき、お肉を炒めます。マヨネーズを加熱しすぎると風味が飛んじゃうような気がするので、ここでお肉に火を通しておきます。お肉が焼けたら、先ほどの作ったタレを入れて絡めます。微妙なビジュアルだね。はははは。最初は分離しているのですが、私とマリサみたいにすぐに混ざり合います。お好みで黒胡椒をまぶしてね。盛り付けていきましょう。ご飯を用意したら、キャベツの千切りを乗せます。その上にお肉を盛って、最後に自家製ネギを盛ることができたら完成。特製豚マヨ丼だよ。一緒に食べてくれるかな。ゆっくりしていってね。ヨウムから召し上がれ。それではいただくみょん。はぁ、もぐもぐ、うまい。みりんと醤油の香りがたまらない。照り焼きがベースになっていて、食欲をそそる味。少し濃いめの味付けで、ご飯が止まらない豚マヨ丼は最高。こちらのドリンクも一緒にどうぞ。白州ハイボールです。なんだか尺調整みたいだな。あわわわわ。本日の白麗喫茶は、手作りショートブレッドのつもりでしたが溶けちゃいました。いつか再挑戦したいと思います。今回はお手軽なお料理でした。最近食べたご飯の中でお気に入りでしたのでご紹介させていただきました。七味をかけても美味しいよ。今日も一緒にご飯を食べられて幸せでした。明日もあなたを待ってるね。バイバイ。私の大好きなコメントです。マリサさん、ヨウムちゃんに鋭く突っ込んでいたような。いつもコメントをありがとうございます。